さあ、ロマサガレースやっていきますということで、まあ、いつもサガ魂と UDX なんですけどね、ロマフェスと UDX でしたね。そこら辺なんか、やっぱりさ、なんていうの、規則性ちゃんと守るよって感じですけどね。月末はサガ魂と UDX でしょ。まあ、UDX の方ももちろんあれなんですけど、聞きたいところであるんですけど、どう考えてもこれっすよね。前夜祭にしてこのメンバーですよ。自分正直この3人ね、単体でも結構売り上げ出せると思ってるんですけど、ここら辺がなんか、スケーニのさ、商売が下手だなって思いますね。自分だったら昔のあのリアム単体ガチャみたいな感じにするけどね。リアム単体ガチャにして、まあ、サルウィンとかにして、残りの2枠はこう選択して過去のやつ選べるみたいな、そういう感じにするけどね。この3人はほんとソロでもね、売り上げ出せるんで、もったいないですよね。ガチャの期間短いと思ったら結構長かったんでね、ちょっとこれから支給されるジュエルは全部このガチャに投入するかもしれないです。もうサルインのドットではもうこれ最高っすね。5点です。ファイアブリンガーは一緒なのかな？全くなんか違いがわからないですね。3点。オルロワージュも前のやつとあんま違いがわかんないかな。まあでも再現度という意味ではね、よくできてると思います。5点。サルインのイラスト、いいですね。ちょっと甘めで、5点つけちゃいましょう。ファイアブリンガーのイラストはちょっとあれですね。3点。オルロワージュもね、前のやつの方が全然いいですね。3点。まあ正直、とにもかくにもサルインですね。サルインさえ引ければ別に、終わりにしたいですね。まあオルロもファイアブリンガーもね、もう普通に毎回毎回性能超強いんですけど、もちろん全員欲しいっす。だからこそ3体出すのはもったいない。さあ行きましょう。280連爆死していこうね。課金しなくなってものガチャルールはマックス30連でね、何かしらの新キャラ出たらそこで終わりっていうルールですけど、このガチャはちょっと迷うと思います。こういう時のために、やっぱ常にね、ガチャルールは守っていくべきなんですよ。結局もう追わないって言った前回のウォード編ね、ちょっとプラスで17連しちゃいましたからね。一番狙いのニンセロビンが出たからまあ良かったですけどね。さあ行きましょう。リリースからやってるけどね。未だかつてしたことない3体引き。今日しよう。いや、ダメか。10連目は爆死です。頼む。せめてなんか SS はください。期待度はかなり低いですね。いや、なんかこのガチャあれだもんね、やっぱラインナップがすごいから、スケールにちょっと絞ってる可能性あるよね。おに、これはさすがに来たかな。伊勢っす。いや、爆発はしないか。でも2体走りなんでね、期待度はかなり高いです。自分が悪人だったら、このガチャに関してはちょっと設定絞るもん。さすがに2体走りのピコーンなんでね、SSは出ると思いますよ。期待度 70%。頼むよ。マジかよ。うわうわよしよし。
いや、無事これ最後の10連じゃない多分、もしかしたら。すごい。30連目のマスカラストで出ました。劇的勝利です。さあ、ガチャから引けたら性能見るんでね、性能見ていきましょう。いやー、強いっすね。もう単純にあれですね。超火力の単体陰属性アタッカーって感じですね。ザンとインの。まあ、前回のサルインの、もう完全に上位互換ですね。これは強い。これ多分単体性能だけで見たら、ナンバーワンに再び躍り出たんじゃないかな。本当になんかアビリティの性能自体もね、まあ一個前のサルインのなんか上位互換ですね。まあ味方の陰属性みんな強化みたいなね。うん、だからこんな感じでいいと思うっすよ。うん、こんな同じキャラを何発も出さないで、年に一体くらい同じキャラ出して、ロールはなんか引き継いだままね、あの前回のキャラクターの性能をこう上にするっていう。それでいいと思うんですよね、ロマサガレースは。ファイアブリンガーとかさ、まだ全然現役なんだからさ、出す必要ないっすよね。オルロアジアも久しぶりなんでいいっすけどね。そんな感じで、まあ、無事ね、狙いのサルイン引けたんで、このガチャはこれで撤退するかもしれないですね。ちょっとまだ何も情報を見てないんで、評価も見てないんでね。もしオルロアジアとファイアブリンガーが、評価、最高得点とかだったらもうちょっと多いかもしれないですけど。いや、でも多分サルインが多分一番評価高いはずですね。なんとなく。普通にこのガチャは多分これで撤退する確率がね、高いと思います。まあ、無事ね、周年放送を前にね、最高の結果で、周年放送を迎えられそうです。そんな感じで、どうもありがとうございました。